じゃあ NP2 選手の報告ということで、吉澤が発表します。まあ興味を持った発表っていうか、まあ手法ですね、主に手法なんですけど、まあ E の5と E の6の、まあちょっと分野が偏ってるかもしれませんけども、まあこれがまあ、面白いかなと思ったんで、まあちょっと発表します。でまあ主観として、まあ適当にまあいくつか思ったことをですね話します。でまあエキスパートとイミテーターの混合ネットワークによる大規模反響処理学習っていうもので、まあ、これなんか賞を取ったような気もしますけど、反響シェアリ学習を、まあ、現実的な時間で、まあ、スケーラブルな学習をしたい、まあ、学習時間を短くしたいというものになっています。でその少量のラベル付きデータで学習する際、まあ、偽の特徴量っていう、まあ、例えば This is a とかが、まあ、これってぶっちゃけその分類する際全然関係ないんだけど、これがあるせいで、まあ、なんか間違ったっていうか、まあ、分類がおかしなことになってしまうみたいなことがまあ、あります。で、まあ、従来の手法っていうのは、エキスパートっていう、まあ、LSTM と、まあ、多層レイヤーパーセプトロンで、まあ構成されているものとかで、まあ、やってたりするわけですけども、まあ、これに、まあ、部分的な特徴量を抽出する、まあ、CNN のイミテーターを加えて、で CNN だから、まあ、並列計算ができるよねってことで、これで、部分的な特徴量を、まあ、抽出して、かつ並列的な計算をすることで、まあ大規模な反響シェアリ学習が、まあ、できるのではないのかというものです。で、まあ、ざっくり説明すると、まあ、従来の方があちら側になっていて、まあ、でこれに、まあ、このイミテーターという赤いやつが、まあ、いくつかくっつくと。でこれらは例えば最初の、ファーストっていうやつはなんか、バイグラムでちょっと特徴量を見ていって、セカンドはじゃあトライグラムでちょっと見ていくみたいな、ような例えばそんな感じの、まあ、イミテーターになっていって、最初に、まあ、ラベル付きデータで、まあエキスパートを、まあ、学習させて、でその後、まあ、イミテーターっていうのは、まあ、イミテーターっていうのは真似るってことなんですけど、これとその後、教師内、ラベルなしのデータを投入して、で学習する際はこのエキスパートの、確率に、結果 に、まあ、に似たような風に学習していく。でその中でこのラムダっていうのはシグモイド関数の ラムダなんですけど、まあ、引数だから、で最初初期値はマイナス無限大を取っていて、だから最初は、まあ、ほぼ重みゼロで、それをこう真似る際でどんどん増やしていく。で増やしていく際にその This is a とか、そういうのは、この教師なしのデータは大量に用意しておくわけですね。 でこれそれは、まあ、だから大量であるので、まあ、そういうのは、その偽の特徴量に引っ張られることなく、ラムダが、まあまあ、マイナス無限大 のほぼところにいるというか、要するに意味ある特徴量だけをこのイミテーターが、まあ、簡単に言うと、まあ、取り出してあれするというものになっています。で、まあ、今説明したのとほぼ一緒なんですけど、まあ、エキスパートはラベル付きのデータによって学習して、イミテーターは、ラベルなしデータでエキスパートを真似るように、データを学習する。で偽の特徴量は大量のラベルなしデータによって、まあ、抽出されない。でまあ、これによって単に学習が並列計算できるだけじゃなくて分類タスクにおいて、まあ、反過性能が向上した。でこの、まあ、論文っていうか、それでは分類タスクしかやってないんだけど、理論的には他のタスクにも使えるはずだということで、まあ教師付きデータ、ラベル付きデータを作るのが、まあ、ものすごい大変なわけだけど、少し少量の教師付きデータで、だけで、そのいわゆるデータが用意できて、でそれが並列的に計算できて、でさらに、まあ、反過性能も向上できたということで、まあいいよねっていう思うんです。まあ、いいことだらけなんであれなんですけども、まあ何か質問として出たのが、まあ何かまあじゃ まあ学習する際に時間をもう少し短くなることが分かったんだけど、じゃあ推論するときどうなのかとか、あるいはメモリの量がどうなのかとか、そういうのが、まあ、ありましたので、まあ、今後はそういうのが、まあ、一つの課題になってくるのではないのかなと思います。
で、まあ、次ですね、コンディショナル VAE に基づく多様性を考慮したイベントデスクということで、まあ、VAE を使って、まあ、イベントですね、イベントっていうのは、まあ、次で挙げますけど、プレゼントを渡したら、まあ、相手が喜ぶみたいな、プレゼントを渡すが、まあ、全件のイベントで、まあ、相手が喜ぶっていうのは貢献のイベント、まあ、これをまあ予測したいというもので、まあ、VAE でそれに単に予測するなんか出したら予測するだけじゃなくて多様性を持ったなんかいろいろと持った予測をしたいということで、まあ、VAE を使ったコンディショナル VAE を使ったと。でさらにまあそれだけじゃなくて今回はまあそれをですね復元してですねそれがしっかり元に戻せるのかどうなのかっていうものを目的関数にまあ組み込んでやったということで、でまあこれ評価がまあちょっと難しいんですけどクラウドソーシングによって評価して、まあ妥当性多様性とともにまあベースラインを上回ったというものになっています。まあそうですねまああんま説明しないですけど、まあこれがだから貢献部で、まあ、いわゆる、まあ、コンディショナルベクトルとかも言いますけどこれが、まあエンコーダーとデコーダーの両方に入ってきてでこれが入力がまあ入ってで学習するときはこっちで学習してで本当に予測するってことはこっちでやってで、中央値とあれも標準偏差を持ってきてガス分布を混合ガス分布を持ってきて Z を入れてそれを全体変数としてデコーダーに入れると、まあまあ、いわゆる VAE の形コンディショナル VAE の形、はい。でまあ、個人的にこれが面白いなと思ったのは、まあ、今回は全件から全件イベントから貢献のイベントを予測するってやつですけど、まあ、個人的にはなんかこれもうちょっと工夫とかあるいは実際は多分大変なんだろうけどなんか貢献のイベントか全件のイベントがなんか予測できたら面白いかなって思って例えば、まあ、例えば相手が喜ぶためにはどういうことをしたらいいのみたいなのが例えばプレゼントを渡すみたいなのがなんか逆のことをやってなんかできたらなんかこう AI とかがなんか何か目的を持ってその後にじゃあそれを達成するためにどういう行動をすればいいのかなみたいなのがこう多様的に できるようななんかまあ一つのアプローチの仕方になってくるのかなみたいなのがまああるのかなみたいな、まあ、実際ちょっと難しいかもしれませんけどまあ何かそういった意味でまあ何か今後の何か応用が何か期待されるような論文かなと個人的には思いました。でまあ所感です。でテーマセッションで、前半と後半は別のところ見に行って、まあ、最初はその談話研究と言語処理、自己高知能の研究に向けてっていうことで、まあ、結構言語読みの方がいろいろな話をしてくれて、まあ、ポライトネスとかラポールっていう、まあ、ポライトネスっていうのはなんか会話する上で、まあ、円滑に進むようなあるいはその関係性を維持して会話するようなものとか、まあ、ラポールっていうのは信頼関係ですね。そういったものを、まあ、するがをしないと、まあ、今後 その、ね、対話性 AI とか、まあ、そういったものは必要になってくるよねっていうので、まあ、確かにそうだなって思ったんですけど、じゃあそれをじゃあどのようにしてじゃあ機能をつけるかっていうのになってくるとなかなかまあ、これが今後の課題っていうか、まあ、そうなってくるのではないのかなっていう感じでした。で、まあ、実世界に、グランドされた言語処理っていうことで、まあ、実世界にグランドっていうのもちょっと曖昧な言葉で、まあ、いろいろな偉い先生方が言ってたんですけど、まあ、僕的にはなんか一番ピンときたのが宮根先生だったかながなんかロボットでこう触覚のなんかこうデータも入れていわゆる概念ってものをまあ獲得するみたいなことを言っていて、まあまあなるほどなみたいな、まあ、確かに今後まあ言語っていうものがまあ概念ってものを、まあ、言語で AI とかまあ AI 何でもいいですけど言葉の概念ってものをいかに適用獲得していくのかって今までオントロジーとかいろいろあったけども、まあ、やっぱりオントロジーを今作るのでも大変だけど、まあ、でも逆にできたとしてオントロジーだけで果たして概念が獲得できたのかって言われると、まあ、それまた難しい話っていうことで、まあ、人間はまあ画像とか音声とか、まあ、そういったものであるしているので、まあ、画像とか音声とかあるいは触覚とか、まあ、どのようにして私たちは概念ってものを獲得あ私たちはじゃない人工知能とか、まあ、システムってものが概念を獲得できるのかっていうのが、まあ、なかなか面白い話だったかなと思います。
で、あとまあ興味を持たせるプレゼンということで、まあ、なんか一番なんかこう興味が湧いたのはあのヤンズでお酒飲みながら話し合った悪魔と戦い学の人っていうのがまあ一番あの面白かったということで、まあ、じゃあどうやったら興味を持たせるプレゼンができるかってなったら、まあ、多分お酒飲むとかじゃなくて、まあ、多分熱心に語れるかどうかっていうのが、まあ、あの非常に重要になってくるのかなって、そう振り返ってみると自分はまだまだまあまだまだかなって感じがします。で、研究する上でっていうことで、まあ、なんかいろいろの人の発表を見たんだけど、なんか大御所の先生からすごいこう鋭い指摘を受けたりとかで、あのあなんか学会怖い怖いってわけじゃないけど、まあ、なんかサーベイは重要だなって、なんか前半すごく良くてもなんか最後の評価の手法でちょっとみたいなのがあると、もうそれだけなんか印象が変わってきたりとか、まあ、なんかしたりするような発表もあったので、まあ、サーベイっていうか、まあ、どれだけそれなんか何をするに対してもそれが妥当なのかどうなのかっていうのは考えなきゃいけないのかなってことを感じました。じゃあ以上で終わりにしたいと思います。